新聞配達の方のバイクが通り過ぎていきましたね。こんな状況にもかかわらず本当にお疲れ様です。改めましてこんにちは高橋健太郎です。えー、今現在夜中の二時を過ぎたところなんですけども、先ほど一時間ほど前に出版社の赤赤社の社長の姫野さんからラインが来まして、現段階での 写真集合約者数というのを教えていただきまして、えー、なんと、まあ、今8時間ほど赤カ子のサイトに予約のページができてから8時間ほど経ったんですけどもなんと新規に10冊合約いただいているというふうに伺いましたで実は去年の去年もトークイベントだったりまあ あの大阪で写真展をやっていたんですけどその時には最後ご約を取らせていただいていてでそれも含めると現在30冊以上いいただいているともう無名の写真家で何かこう日本で写真賞を取った有名な賞を取ったっていうわけでもなくでんなら僕自身初めてとなる写真集なのでもう本当年賀流がない状態ですけど。 おーここまで素早く皆様にご反応いただけると思っていなかったので、えー、本当に嬉しく思っておりますし、えー、何かこう背中を押していただいているようなう本当に励みになっております重ねてお礼を申し上げます本当にありがとうございます でまあ、予約のページあるいはこの前に撮った動画を見ていないという方もいらっしゃると思うのでその方々のためにもあのリンク下に貼ってありますのでぜひぜひ飛んでみてくださいで今日は予約ページも見た動画も見ただけれどもまだまだ予約ボタンを押すには至っていないなぜならこっちが出している情報がまだ不足しているという方あるいは そそもそもおお前は一体誰ななんんだよよとといいいうような疑問をお持ちの方たくさんいらっしゃると思います、えー。僕自身は一体誰なのかっていうことを簡単な自己紹介をあ深夜2時過ぎを回っているんですけどもさせていただければなと思っておりますそれで少しずつ僕自身はどういう人間なのかっていうのを少し分かっていただけたらなと思っております、えー、それではいってみましょう いまして高橋健太郎ですちょっとこじゃれたオープニングみたいなのを作ってみたんですけどもいかがだったでしょうか、えー、もし、えー、いらないっていう方がいらっしゃればあのコメントしていただければちょっと検討しますので、はい、すいませんよろしくお願いします。で、えー、僕自身どういう人間なのか今回自己紹介っていうことで簡単にですけどちょっとお,お話をさせていただきます。で僕自身は現在30歳で1989年に 横浜で生まれまれすで、えーまあ、父親の転勤でその後各地を転々として、えー、南は広島の福山という場所で北は北海道の札幌で海外はアメリカのデトロイトという場所でカナダのトロントの近くのミシサガという町にも住んでおりましたで小学校6年生になるまでに8回合計8回も引っ越しを繰り返してい,いるんですね。 でえー、まあでもそれでも帰ってきた後はもうずっとその後東京に住んでいますで僕が写真を始めたのは大学4年生の5月でそれは大学4年生の時は2011年だったので、えーまあ、現在2020年の4月ですからもう9年前ですね 写真を始めて9年ぐらい経とうとしているんですけどでそれまではもうずっとサッカーをやっていたんですよで今もまだやってはいるんですけどそれまでこう文化的なものというか何かこう自分を表現するものっていうのは学校教育の中の美術の時間であったりっていうものでしかやったことはなくてでなぜそんな僕が写真カメラを手に取って写真を始めたかと言いますと。 2011年といえばお察しの方もいらっしゃると思うんですけども東日本大震災が3月11日にありましたよねでその頃は大学3年と4年の間でで周りはもうスーツを着て就職活動を始めて合同会社説明会っていうんでしたっけでというのに行ったりしててで僕はなかなかそれに馴染めなかったんですよだからそもそも働くとはどういう意味なのかっていうのを自分も納得していないのに な,なぜかこう就職活動をしているっていうのがあんまり自分にはしっくりこなかったんですよねでそんな矢先に東日本大震災が起きてなおさらですよね自分がなぜここで生き残れているのかっていうことを考えるまあ東京で東日本であの地震を経験するんですけど地震があった時はもうほんと今でも忘れられないんですけど青学の渋谷校舎で働いていてそれは大学の先生の。 元ででアルバイトをしていたんですよね僕がその時いた校舎っていうのがとても古い校舎だったんですよでその3階にいてで、まあ、何人かと働いていたんですけど大きな揺れが来てでちょっとタ太郎これはまずいんじゃないかってそのお同僚が行ってきてまあドアを開けとけと言ってまあドアを開けたんですよだけど揺れはい、もう一向に収まらないんですよねさすがにここれはまずいから逃げようってことで みんなでこう階段をりて逃げるんですけどでその降りてる中で僕の前を行っていた方が2階と1階の踊り場だったんですけどそこをこう通過した後僕がそこにこう差し掛かった時に上から白い粉がフワーって落ちてきたんですよ。でその瞬間に僕は東日本大震災の2週間前に。 ニュージーランドで起きたこれもいたたましいことだったあの地震っていうか事件だったと思うんですけどニュージーランドでビルが倒壊して多くの日本の方が亡くなってたんですよねでその映像が僕の脳裏の中に焼き付いていてでそれをその思い出してあこのビルもう倒壊するな死ぬなって思ったんですよね でそこからもう階段をもう何段飛び回してもう降りてとにかくあの空いたスペースまあ青学だと中庭しかなかったんで中庭にとにかく逃げたんですよね。で結局別にビルも倒壊したわけではないんですけどでもその体験がその瞬間にあって初めてこう死を意識したんですよ。でそれがあってからなおさらこう強く生と死生きていることとは何かっていうことをこう考え始めて。 あの時はもうたくさんメディアでこう何かが破壊されていく様子解体されていく様子であったり、えー、っていうのをこうまざまざと何度も何度も新聞やテレビやとかでこう見聞きするわけですよね。でそれもあって自分の周りのことをじゃあ自分は果たしてどれほどこう記憶としてとどめられているのかなっていうとって思うとなかなかそれはできていなくて。 じゃあ,あ,あ改めてそういうものを記録していく作業をしていくっていうのはなかなかああいいんじゃないかな自分にとってもいいんじゃないかなと思って、えー、写真機カメラを買うんですよねでそれで初めて、えー、大学の4年生の5月にデジタルカメラ一眼レフ今でも覚えてますけどキャノンの EOS60D というものですねその当時はもう趣味なら本気で 60D みたいな宣伝をやっていたのでその宣伝にまあ乗っかりましたよねでも趣味なら本気でやろうってことでカメラを買って始めました写真を始めてで周りの友人たちや家族や周りの風景を撮り始めてでそのしているうちに12ヶ月後ぐらいに今度は東日本大震災のボランティア関係の団体グループのところで えー、アンドレアス・サイバートというスイスのドキュメンタリー写真家に出会うんですね。でそれが大きなきっかけで、えー、その方の写真を見てうわなんてすごいんだなっていうふうにこう改めて思うんですよ。でそれでまあ写真をいろいろ教えてもらいたいなっていうふうに思っていたんですいたらあその彼から、まあ、仕事がある時にアシスタントをやってくれないか通訳がてらア,アシスタントをやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただきで、えー まあ、たまにそういうことをするようになるんですよね。で、その方の生活を見て、あ,あ写真でフリーランスで生きていくっていう道があるんだなっていう風うにこう見せていただいたんですよねえ。2012年に大学を卒業するんですけど、大学卒業と同時にフリーランスの写真家として活動をし始めました。就職活動も実は多少してで、それはあの共同通信とか北海道新聞の写真記者っていうのを。 受けたんですよで最終まで行くんですけど最終面接で必ず落とされると、まあ、おそらく多分人間性がこうちょっと疑われたんでしょうねお前は組織にはなじまないみたいなことを思ったのか思っていただいたのかちょっと分からないんですけど、まあ、でもそこで落とされてでまあフリーランスで生きていくっていう覚悟決心をこうつけさせられるというかでまあそれはまあ本当とによかったそれは落としていただいてよかったなとは思うんですけど。 まあフリーランスの写真家っていってもどういうふうにお金をいただけるかっていうと個人の取材のプロジェクトもう一つは依頼を受けてでそれがあでその撮影に行ってそ,のそれがお金になるっていう方法なんですけどおまあこっち個人のプロジェクトっていうのはなかなかお金にならないんですよねまあ最初は特にだけどもこっちはまだまだチャンスはあると。で えー、こっち、まあ、同時並行でやっていたんですけどそんな時に2013年大学を卒業して1年半後ぐらいですかね2013年の秋口に9月10月だったと思うんですけどニューヨーク・タイムズというところからあ僕自身初めての写真の仕事をいただきましたでそれがこうへ平さんのポートレートをー2013年の愛知トリエンナーレで撮りに行くというものだったんですけど その時は緊張しましまたねどうしてその写真の仕事が僕に回ってきたかというとお、まあ、結構運のいい話でそのニューヨーク・タイムズのからこう依頼を受ける時にまずフォトエディターっていうのがいて写真編集者なんですけどそのフォトエディター海外のメディアは大体写真編集者っていうその写真専門のエディターがいるんですよね。でそのニューヨーク・タイムズのフォトエディターが日本で写真を撮れる人間を探していてその方が。 まず僕の、まあ、師匠になるようなスイスのドキュメンタリー写真家のアンドレアス・サイバートに連絡を取ったんですよそこはつながっていたらしくでアンドレアスに連絡をしたんだけれどもアンドレアスもその時はもう東京からスイスに帰っていたんですよじゃあタ太郎を紹介するかっていうふうに言ってくれたんですよね っていうのと同時に僕が個人でやっていたプロジェクトの「BetweenSoundMoon」っていうあの男性がこう中性的な服装をし始めていた時期だったのでそれに関するこう取材をしたプロジェクトがあって僕のホームページに載ってるんですけどもそのプロジェクトをある海外の写真に出したんですよでそのでは結局通らなかったんですけども審査員をやっていた方が僕の,その写真を記憶に留めてくださっていてそのニューヨーク・タイムズのフォトエディターが。 その審査員をやっていたそ,の、まあ、そこもつながっていたらしいんですけどその方に東京か、まあ、日本で写真をやっている人間でポートレートを撮れるやつ知らないかっていうふうに相談したらしいんですねそしたらまあ僕のことを紹介してくださってたんですよアンドレアスとその審査員やってた方が同時にそのニューヨーク・タイムズのエディターに僕のことを紹介してくださってたとで2人からの推薦があるんだったら任せてもいいだろうってことで、まあ、一応僕も 自分のポートフォリオっていうのを、まあ、ネット経由で送って見せたらあ,あいいだろうということになってでそれで初めて僕は写真の仕事を受けましたでそれからニューヨーク・タイムズの仕事がいくつか続いていくと他の海外の媒体からも仕事の声がかかるようになってで2020年4月現在もそういうふうに生活を運良くですけど本当たまたまだと思うんですけどさせていただいております でまあ、個人の,そのプロジェクトの方その仕事を依頼される仕事じゃなく個人のプロジェクトの方の取材でお金になったのはいつかっていうとなかなか難しいんですけどどこからお金になるのかまあそこが結局、まあ、結局そこの個人のプロジェクト それではまた動画あげますのでよろしくお願いします。